小山清重は日本の作曲家。神楽や祭り林をモチーフに日本情緒に満ちた温和な作風に特徴がある。長野県らしな群衆里村の出身。聖歌は山深い里の農家で幼少期には西洋音楽に触れることがなかったという。その代わりに彼の周りには村の祭礼音楽や様々なわらべ歌、村人たちが歌う即興の歌や民謡が溢れていた。 小学校の高学年の頃、近くの町で行われた陸軍と山、学校文学隊の演奏に触れ、極めて強い印象を受ける。後に彼はそのことについて、文章の中で、まるで夢のような体験だったというようなことを述べている。やがて旧姓長野中学校に入学、ハーモニカ合奏や短歌に熱中するようになった。1933年長野市藩学校卒業後、 長野県内で教諭を務めながら作曲の勉強を行った。上京し、1939年から1943年まで作曲を安倍公明に指示する。この間、1941年、東京都豊島区長崎第五国民学校に勤務し、東京都教員還元楽団に入りフルート奏者を務めている。この時期に同オーケストラの指揮をとっていた。 渡辺浦人と,と婚姻となり、またオーケストラの機能を体得した。1946年、第14回音楽コンクールに、還元学のための品の林を、出品、第1位を獲得し、センセーションを起こした。1950年、渡辺浦人、渡辺茂、平井光三郎、山本直忠、金井菊子、石井五郎と、白頭会を結成。 1956年、深井志郎、木島清彦らと新音楽の会を結成している。前者は日本をテーマの中心に据えた音楽の創作。後者は民族語法を基本として新たな音楽の創造を目指す音楽グループである。1955年に東京都内の小学校教諭を退職。1969年からは神戸 山手女子短期大学の教授を務めた。1971年、中西里氏と谷氏の会を結成し、日本の先法や、火星の理論体系を研究、整理した。1981年には、柴田奈美らと共に共に、直美音楽短期大学作曲家の教授に就任。1986年には、国立音楽大学音楽研究所に奉職している。 1985年4月、芥川康と新興協楽団による日本の公共作品展九小山清重が開催される、訓四等髄法賞、日本作曲家協議会会員、新興協楽団第107回演奏会プログラム、1985。ありがとうございます。